どうしたんだ、ため息なんかついて。お前の魂の回復が十分でない可能性があると聞きましたが、私がしてあげられることはあまりなさそうです。アスナや他のリアルワールドから来た人々と比べて、私はお前との思い出をほとんど持っていませんから。思い出ならあるだろ、一緒にセントラルカセドラルの外壁を登ったじゃないか。あんなヒヤヒヤした経験は忘れられないよ。はあ、ちゃんと覚えているのですね。ああ、もちろん覚えてるぜ。アリスが細い足場を怖がって動けなかったこともな。どうやら余計なことまで覚えているようですね。今からその記憶を消して差し上げましょうか。ちょっと目が怖いぞアリス。お前が意地の悪いことを言うからです。ごめんごめん、悪気はなかったんだよ。しかし私も思い出してきましたよ。お前はあの時私を何度も愚弄しましたよね。こともあろうにバカバカバカと。アリスがやけになって塔から落ちようとするからだろ。俺は別にアリスをミスミス死なせたいわけではなかったからな。結果的にはお前の判断が正しかったことは認めますが、しかしそれは私を愚弄していい理由にはなりません。他にも言いたいことはいろいろあります。まだあるのかよ。もうこの際だ、思ってること全部言ってみろよ。では遠慮なくそうさせていただきます。そうですね、他にはあの外壁にいた時に。なんだよ急ににやけ出して。にやけてなどいません。ただ不思議に思っただけです。不思議って？お前と共にカセドラルの外壁に投げ出された時、私の中には恐怖や様々な感情が渦巻いていました。でも今その時のことを思い出すと、なぜか懐かしく温かいような気持ちになるのです。一言では言い表せない、でも不思議と嫌ではない気持ちです。ハリス、あ、それが思い出ってやつなのかもな。人の感情や記憶ってそんな単純なものじゃなくて、悲しみも怒りも喜びも複雑に重なり合ったものなんだろうな。感情や記憶は重なり合ったもの、一つだけじゃなくいくつも同時に生まれる。そうだ、だから嬉しいのに涙が出たり、怒ってるのに悲しかったりするのかな。確かにそうかもしれません。今の私の感情もうまく形容することができませんから。今の感情？ええ、お前とこのようなことになっていて、恥ずかしいのか安心しているのか、それとも、いえ何でもありません。なんだよ、言いかけてやめられると気になるんだよな。何でもありませんと言いました。ともかくこうしていることでお前の魂が少しでも回復するのならそれでいいです。それはすごく嬉しいよ。私でも多少は役に立てるということでしょうか。少しどころか本当に助かってるよアリス。それならばまたお前の記憶の確認に付き合うとしましょう。